聖書をお読みいたします。マタイによる福音書第20章26節27節です。旧約新約聖書の32ページです。今日はこの聖書の箇所からナンバーワンとオンリーワンと題して田中信雄牧師に説教していただきます。それでは聖書を読みいたします。あなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。一言お祈りをさせてもらいます。天の父なる神様、長く祈っておりました今井陽君も今日は出席することができ、また忙しい中大好きな丹治さんも今日はご一緒に礼拝を守ることができるばかりか、今この会場そしてまた世界各地にいらっしゃる私たちの工場教会の神の家族と一緒に今礼拝を捧げ、またこの礼拝の地にはネットを通して大勢の方々にこのメッセージが分かち、そしてまた多くの人々と共にあなたの恵みを味わうことでありますけれども、この時でなければならないお一人々の必要をあなたがご存知で、それをすでに満たしてくださっておられる恵みを感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。さあ今日のお話の、ね、タイトル、皆さんどんなふうにお感じになりましたか？ナンバーワンとオンリーワンというタイトルですが、まあ久しくこういうこのフレーズを皆さんもお使いになったり、あるいはですねお聞きになってこられたかと思いますが、ナンバーワンとオンリーワン、この1番2番3番と皆さんのプリントがありますけれども、まあ、この2番目から入ってみたいと思いますが、その先ほどね、あの、のりこさんという素敵なレディーが体験談をお話してくださいましたね。とにかく頑張れ、しっかりやれ、まあ、そういうこのご自分の経歴をお話しくださいましたけれど、話はそれをちょっと置いといてね、この文明国と呼ばれる、まあ、G7、まあ、G20 なんても言いますけれども、 BRICS なんて言葉も最近ありますが、この豊かにね、物質的においてもさまざまなことにおいても豊かな国、それらの国々の共通していること、それはですね、ナンバーワンを目指す、頑張って努力していい学校に行き、そしていい就職をし、高い給料をもらい、頑張れ、つまりナンバーワンに向かってね、頑張っていく。でそのナンバーワンに向かう、いわゆる発展しているといいますか、この文明国といいますか、それらのこう社会のこう組織というのは努力頑張り、当然その反動としてその頑張りについていけない、つまり誰でも限界があるわけですからね。そうするとその逆の方向、文明国発展している国々はね、上に当然反動としてこの逆、その真ん中が心病む人たちです。ですから逆に言うと、そんなに頑張って、ね、いい学校に行ってして競争して、ね、あの会社に負けないで、会社が大きくなったら次の会社をね買収してというようなこともないですね。のどかな国々に行ってごらんなさい。もう行ってあの来られた方、そういうところから来ておられる方もおられますけれども、そういう方々はね、例えば私の経験で言いますと、例えばケニアに行ってですね、その田舎の教会に行きますと、本当に小屋のようで、そしてもう下は土でね、そこにこの村人が集まってくる、おじいちゃんもおばあちゃんも子供たちもね、目が実にキラキラしている。そして召し上がるものも不十分であり、そしてね、この大変な仕事というほどのものも少ない、でもね、本当に心豊かでね、そして聞くとね、幸せだって言うんですね。で、幸せのためにお金がいっぱいあるのか、立派なお家に住んでるのか、
そんなことはもうおよそ皆さんがね考えられないような状況。ネパールに行きました。高い山々のね、そしてそこでもって、召し上がるものを見たらジャガイモでしたけど、ジャガイモが皆さんの、ね、親指のね、ちっちゃなですね、こういうものを召し上がってるってね。でも目がキラキラとして、幸せだという。皆さんもそういう国々に行ってそういう経験もおありかもしれないけれど、翻って私たち日本、食べるものもたくさんあり、そしてさまざまな状況が整っている。でもね、ナンバーワン、つまり頑張って努力して成功者になろうというね、それにこうしのぎを削る。でもその反動としてね、もうそれについていけないと、とこういうね、その上と下の真ん中にね、どうすることもできないね、そういう心の宿題を抱える人がいっぱいいる。さあどうしたらいいのか。あなたご自身がそのような状況におられなくても、見渡すとですね、いやそうなんです、親戚のね丸々がうちに引っこもったままで、いやー長い仕事をしたけれども、もうそのね、仕事についていけなくて、そういう状況にあなたがならないためにも、いやあなたがそういうお友達に対してこれが本当の答えだよっていうものをね、ここに本物の平安があるということを、あなたがそれをご自分のものにし、ご自分がそれを生きるばかりじゃなくして、必要な誰かにあなたがお分かちできる。先ほどの体験をなさった奥様が、一生懸命に努力する頑張る社会の中にあって疲れ果て、しかしたまたま出会った、ご主人となる人が心の平安の中にいるときに、元井君、つまりご主人のが変えたんじゃなく、ご主人の中にあるエネルギー、ぬくもりが、クリスチャンにとってはそれはイエス・キリスト、それは創造主と言いますけど、聖霊様と言いますけど、それがね通過して奥様とともども確かな方向に、そしてまたお二人が力を合わせてそういう世界に貢献していこう、そういう何のために生きているかという、その明快な行き先が持っていらっしゃるということに、本当に私たちは素晴らしさを感じるわけです。ナンバーワン、ナンバーワンという言葉はね久しく言われて、そしてね同時にクリスチャンでない人々もオンリーワンという言葉が生まれました。オンリーワンというのは頑張って頑張って一番になる、でもそうするとね争いがあり、とにかく日本人の大方のね宗教は物質教といいますか、お金教って、お金があれば。ですから最近のことでありますけど、日本の政治もそのお金でもってね、そしてその反動として清く正しく、つまりオンリーワンというような、そういう狭間で、それは政治の世界ばかりでなくて、さまざまな世界であなたもお分かりの通りだと思います。ナンバーワンになろう、一番になろうですか。それに対してその逆のオンリーワンで、時々クリスチャンというのはナンバーワンに対してオンリーワンを生きる人だと誤解する人がいます。なぜかというと、いい、ナンバーワンというのはね、クリスチャンでなくても他の人々もどうしてもね疲れ果てると、もう自然発生的にオンリーワンが生まれるからです。この平成の大変なこのミリオンセラーになった世界に一つだけの花という歌が、皆さん覚えていらっしゃいますか。それはまさにナンバーワンじゃなくていいんだよ、オンリーワンでいいんだよ。まあそのスマップが歌ってですね、覚えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるだと思います。いいですか。ナンバーワン、それに対して本物はオンリーワンじゃないんだよ。だってね、ナンバーワンに向きながら、それの反対としてのオンリーワンはナンバーワンと同じなの。つまり
ナンバーワンだから疲れるから、じゃあオンリーワンだと楽になるかっていうと楽になりません。どういうことだそれは。つまりね、ああならないようにというこちら側はね、ああなるということの根っこと同じだから、ほらいろんな例えを言うじゃありません。例えばあの木にぶつかんないようにっていうのはね、あの木にぶつからない、あの木を見ながらぶつからないようにっていうのはすでにぶつかっていることなわけよ。だからナンバーワン一番なんてならなくていいんだ、オンリーワンでいいんだ。時々この自分の生きている位置をどういうふうにして知るかというと、やっぱりこう見えないものじゃない、見えるものと比べながらね、あるお嬢さんが2人いました。そして A さんと B さん、彼女は B さんですけども、なんで A さんのことばっかり当ててね、私の当てる回数が少ないというふうに言った人がいる。あなたね、誰を見て生きているの。つまり目に見える誰かと比べながら自分の位置を知るわけだ。もう一回言うよ、ナンバーワンでない、ね、オンリーワンだっていうのは本当の心の平安になりませんよ。お分かりですね。でもナンバーワンになったり、ね、こうどうせ私なんかいいっていう諦めでなくて、オンリーワン、私は私だけの一輪の花として神様が作ってくださったという、神様を、つまり確かなものの物差しの中で自分の位置を知る、つまりナンバーワン、オンリーワンという人生の何が違う、その物差しは自分だからです。自分が物差し。キリスト教は罪からの救いと言います。罪って何かというと、ナンバーワンもオンリーワンも結局自分という物差し、自分に合わせて右を見て左を見るので、ね、確かな揺るぎのないものの土台とした自分の位置ではないので、どういうふうに比べてみても、ね、いつも不安でならない、これがナンバーワン、オンリーワンの世界ですよ。分かりでしょうか。じゃあナンバーワンになったり、ね、どうせ私なんかっていうふうに開き直るんじゃなくて、大層なお金持ちになるのもよし、パウロ先生が言ったように、もう世界一貧乏人であったとしても、どちらもね、どちらでもその状況状況に生きる、そういう生き方を教えたのが天地万物を作り、そして人間の姿をとって神様っていう方はこういう方ですよと、2000年前に人間の姿をとってこられた方がイエス・キリストであり、クリスチャンはこのイエス・キリストという方を揺るぎのない永遠で全体の方ですから、この方を知り、この方に学び、この方に聞きながら人生を生きると、本当のナンバーワン、本当のオンリーワン、つまりてっぺんにいても一番どん底にいても同じ平安があるんだよ。ですからクリスチャンになったら競争なんかしてダメだ、ね、一番 そんなことないですよね。先週もミスインターナショナルの優勝者の方が礼拝にともども出てですね、良きお交わりをして、そういう人たちはどうしてこのね、そういう競争社会の中でトップを勝ち取ることができるのか、で彼女がに出会った人たちの話を聞きましたけど、いや私としてはね、一番になろうというような思いで一番になったんではなくして、気がついたら一番になっていた。そんな風にこう楽というか、何かそういう風にどんな状況の中にあっても、貧乏であっても金持ちであっても、もうわずかな寿命でこの地上の生涯を終える、病のただ中にあっても、健康であっても、どんな時も大丈夫。これをもたらしたのが、なぜクリスチャンはイエス・キリストを神と信じるかというと、
イエス・キリストが本当の意味のナンバーワンとオンリーワンを私たちにもたらしたからです。ですから今日の聖書の箇所をもう一度見てみますね。キリストはこう言ったんです。あなた方の間でそうあってはならない、かえってあなた方の愛で偉くなりたいと思う人は使える人となり、あなた方の愛で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。つまりどういうことかというと、賢いっていうのはね、ナンバーワンっていうことですね。ナンバーワンになる方法はどうしたらいいかというと、いいですね、しもべとなる。しもべとなるってどういうこと？それは一番価値のある友のためにね、命を捨てる。つまりしもべというのは、ね、命を捧げるということです。一粒の麦が地に落ちて豊かな実を結ぶように、でも私にはできないので、イエス・キリストが実際にあなたの人生のために十字架にかかってしもべとなってくださいましたよ。偉くなるっていうのはオンリーワンっていうことですね。どんな状況の中にあっても、ね、平安へと私たちが歩むことができる。偉くなるというのは、使えるということは、そうですね、死ぬというのは一回きりですけど、使えると日常の毎日の生活の中でです。イエス・キリストは自分を裏切って敵の手に渡す弟子の足元でひざまずいて、ね、なんでお前はそういうことをするのかという責めではなくって、ね、その弟子一人一人の足を洗った。これが皆さん、偉くなる、つまりオンリーワンで生きる、使える人の実際に手本ということです。で、私たちは何か手本があったらできるんだけれどな。ですからクリスチャンはイエス・キリストを通して、ね、一番てっぺんに登る道へチャレンジもできるし、どん底にあってもなお豊かな平安でいられるような、そういう道、偉くなりたい人、キリストを知ることですよ。そのキリストさんをお手本にして真似してみることですよ。で、その方を、だからあなたが A さん、隣に B さんがいる、なんで B さんばっかり、つまり B さんを見て自分の位置を知るでなくして、 B さんでも A さんでもない、ね、永遠なるもの、天地万物を作られた神、人のなったイエス・キリストさんを仰ぎ見ながら、いつも自分の位置を知ると、ナンバーワン、オンリーワンのあなたの生活の中でそれを体験できますよ、というのが今日のメッセージです。そうするとどうしたらそういうことができるか、それが3番目の、どんな時も大丈夫の生き方解決法と書いてありますが、まあ、結論はクリスチャンにとって言えばね、それは限りある見えるものではなくて、見えないもの、すなわち創造主の神イエス・キリストを仰ぎ見つつ人生を生きる、イエス・キリストさんを心に迎える、イエス・キリストさんがあなたの生活の細胞の隅々まで行き渡って生きること。でも皆さんがお家にお帰りになって、本物の平安は、ね、どんな時も大丈夫を生きるのは、オンリーワンでもナンバーワンと世の中で言うのとは全く異質のものだよ、という時に、いきなりこう神様イエス・キリストと言ってもご理解いただけない皆さんのお友達に何とおっしゃいますか。そうですよね、皆さんがコミュニケーションがあなたが上手なのは、相手の人の生きている世界をよく知って、その人がね、このフランス人であるならばフランス語、ドイツ人であるならドイツ語、中国人であるならば中国語で話せば、今日はヘンリーさんがいらしてますが、ヘンリーさんのお仕事はですね、もうたくさんの言語をね、巧みにこなすことがおできになって、そういう翻訳の仕事をね、ロサンゼルスでなさっていらっしゃいますが、あなたはね、語学はできなくてもいいね、分かんない。でも
相手がどこにいるのかな、相手は何を考えているのかなっていうふうにね、あなたが自分を大切にしてもらいたいならば、ね、あなたの方が先行してその人を大切にしてごらん。必ずね、ともどもお父さんご夫婦じゃないけど、共にね、本物を見上げることができるから。つまり、相手の、つまりそれは神様、もっと翻訳して、そうですね、それは、私たちは部分部分でものを見るけれど、全体からものを見るといいんで、全体っていうのは、神のこと、神の言葉であり、祈りであり、イエス・キリストの言葉だけど、初めての人に言うときにはね、部分と部分を見るからね、大きいの小さいのって言ってるけど、全体からね、その部分見てごらん。そうすると、どんな部分にも意味と価値を見出すよ。お分かりですね。でもそういうことは、学校でも習わないし、家庭でも塾に行っても、数学、ね、理科や社会や、ね、そういう語学は勉強しても、そういうことを学ぶ機会が少ない。だからあなたがしっかりね、そうか。ナンバーワン、オンリーワンという目盛りのある物差しでなく、目盛りのない物差しで、全体とはどんな時も大丈夫。というね、全体から、つまり神様から、天の窓から物を見る。そうすると、どんな小さいもの、大きいもの、一切関係ない。すべてのものになるほどという意味、あ、こんなに素晴らしいものだという価値を見出すことがおできになるんですね。今日初めてお聞きになる人にとっては、よくわからないな。わかる方法を教えます。まだ神様のことよくわからない。わかりました。言えばいいんです。全体から神様の方から見ると、今私は貧乏してますけど、それはどういうことですか？聞いてごらん。これを祈りと言いますけど。そうするとね、神様があなたのいる位置を必ず教えてくれる。それはあなたのね、神様が与えてくる知性であったり、あなたの心にある良心であったり、今までこう経てきた体験、そういうことを通すこともありますね。そういう祈りをしてね、こう街を歩くと、美しい紅葉の美しさの中、それを見て神様が全体が分かったという方もおられました。つまり全体からね、部分部分を見るから比較してね、オンリーワン、ナンバーワンの世界に持っていかれて、そこに行っても本物の平安がないけれど、そうか、私の知るところは一部分で、全体を、天地万物を作られた創造主の神様に、ね、その状況を聞く。そうするとね、この間もなんでこういうふうにうちの施設にその方、A さんと B さんが同じ間取りの部屋にいる A さんの方はもう狭い窮屈だって、本当にこんなとこに来て、まあ牢屋にでも入っているような気持ちだと、こう大層ね。でも同じ間取りの隣にいる人はね、いやーここは天国だ、私のね、私だけの部屋が与えられる。で聞いてみたんですね、どういうふうに違うの。それがね、今までいたところが全然違うんですよ。もう大層なね、立派なお屋敷に住んでた方は、確かにそこから見たらね、なんだかこうね、こうどっかにこう閉じ込められたような。で、もう一人にしたら大層大変な状況でね、まあ守りはするし、自分の単独の部屋はないし、そういう状況の中で来られた方、皆さんの中でもね、今大変だ、苦労してる。それはね、そこだけ見るからですよ。私はよくタクシーに乗せてもらうんですが、必ずお話をする。そうするとですね、どうですか、いや大変だ、もうとにかくね、今なかなかもうタクシーだけでは食っていけねえよとかね、大変のこうかとおっしゃる方とね、いやこんなに楽な仕事が世の中にあるとは思ってなかった。へえ、聞けばわかる。
今まで楽なお仕事をなさってた人はね、大変だとおっしゃるけど、今までは宅急便でね、この山のてっぺんまで持ってってね、いない時は持って帰ってくる。もうそういうか、雨の中、いや、それが乗ったまま運転できるでしょ、こんないい仕事世の中にあったのかと思う。皆さん、同じ仕事をなさりながら、あなたの今お仕事をする、あるいは学生さんを学んでる、あるいはご隠居してる、どういう状況でもいいですよ。いやー、天国っていうのは死んでから行くところかと思ったら、キリストさんが言われたように、あなたの今いるところが天国だっていうことを、もう私は味わってるよっていう人がたくさんいらっしゃいますが、あなたはどちらですか？つまり私たちはね、どうしても部分部分を見るけれど、大きな全体というのは祝福ですから、大丈夫ですから、ね、大丈夫というふうにまずおっしゃるんです。ありがとうとあなたが言うんです。そうすると、大丈夫とありがとうのね、関連組合があなたのところにやってくるんです。で、その情報をね、そのエネルギーを、ね、その仲間をね、あなたのところに必ず連れてくることになりますよ。どうしたらナンバーワンオンリーワンを超えた、そういうメモリのない物差しの中で、ね、それは全体から、神様の目から、天の窓から、もう一つは永遠って書きましたけど、この一瞬一瞬じゃなくしてね、永遠、私たちは永遠と言われても部分しか生きていないので、ね、どうしてもわからないけれど、永遠からものを見、永遠から全体から考える、それを味わうためにはね、やはり日常の私たちの忙しいね、そういう生活の中から目を閉じて、そして神様、よく分かんないけど、あのね、よく分かる神様は神様じゃないよ、それは隣のおかみさんかもしれない。神様は分かんないんだもん。で、分かる神様は神様じゃない。つまり私の知性や体験ではおよそね、説明できない。ただ分かるのは、どんな時も最善をなし、今まで過ぎ去った過去も今もこれからも、全て全体大丈夫のご計画の中の一瞬一瞬だということ。そのことをあなたがまず頭で理解をする、ね、頭で理解したら、次にですね、この胸に、胸は皆さんどうですか？感情の世界かな。でも一番肝心なのは、ここにあるようにお腹で知るってこと。つまり人生をお腹で知る。今は頭の時代ですから、どうしても理屈で納得するように説明するし、納得できないものはね、受け入れがたい。もちろん納得し、頭で理解することいいんだよ。工場協会の魅力は何かというと、お一人一人が頭でよく理解をする、そして感情を胸で捉えるけど腹落ちするって言葉がありますね。つまりお腹で捉える、つまり生活の中で、日常の歩みの中で、かつては先ほどの若い奥様じゃないですけども、頑張り頑張り頑張りの中で、ね、いつもこう不安で、そして競争社会の中で自分がどの位置にいるかということにいつも悪せくし、隣にいる人と比べながら、上にいる人見たら引き下げたくなり、下にいる人見たらざまあみろと思いながら、こうよりどころがね、危うい人生を生きていることに、どこかで別れをつけて、どういう状況にあろうとね、つまり理解でも、それでわからないところ、胸でも、何が魅力かというとね、今は頭胸でも、なかなかね、腹、その漢字をね、このお腹という字でない土という字をね、つまり腹をくくるっていう言葉がありますね。腹が座るという言葉がありますね。
腹割って話そうじゃないか。もう本当に人間関係の豊かなリレーションをね、腹割って話す。でも聞いたことある、頭割って話そうって聞かねえな。皆さん、腹の人生、腹が座ってる、腹が立つ人は腹は寝せておくもんだよ。つまり工場教会の私たちの100年の歴史は、そういう祝福の中で、ね、神様の祝福を味わい、それをしっかり確認し、ね、そして自分で理解したものを自分の中に自分流に活用できるようにし、そして今度はそれをしっかりお隣の人にお伝えできる、あの後藤さんの、ね、ご主人がそうであられたように、これがね、工場教会の100年であり、これからの100年であり、今週の水曜日はね、そのための特別の水曜日だよ。もうちょっと今聞きたいと思った人いるでしょ。水曜日だよ。一人で来ちゃダメだよ。誘って、大丈夫です。工場教会の私たちの、ね、祝福はどんな時も大丈夫、全てのことを愛働き的となる。世の中はナンバーワン思考の中で疲れ果て、ね、そして取り入れたオンリーワンもナンバーワンを向こうに回したオンリーワンだから、根っこは同じ、共にメモリがあるから。しかしメモリのない全体永遠人となったイエス・キリストさんをこの方に学び、この方と友達になり、この方を心の中に迎えていくと、今までとは違ったね、ああこういう人生があるんだ。あなたがそれを味わうだけじゃなくしてね、別にそれをあなたが小裸にねセールしなくても、人はみんなそれを求め探してるんだもの。山内さんっていうね方がおられますが、非常に感動に満ちたね体験談を持ってらっしゃる。東京には今渡辺さんという方がね降ってきたようにね、通商産業省のまあお役人ですね、のトップの仕事をして、大変なこの、大きな働きをしておられる方が、不思議な神様の導きで私たちの家族の仲間になってですね、人生がガラッと変わった。どういうふうにこのガラッと変わったか分かるかっていうと、たまたまですね、そのクリスチャンになられた渡辺さんがかつてね、その組織の部下であった人に会ってですね、あまりようにね渡辺さん変わって、人って変わるんだ、ね、それは自分の我力努力じゃなくしてね、天地万物を作られたあの方に出会い、あの方を学び、あの方をね胸に、でもストンと腹落ちするということが、ですからこのここにもそういう方々がいらっしゃいますけれども、先ほど申し上げた彼の場合は大きなビジネスをして社長さんとしてですね財を成して、そしてでも何かこう物足りないっていうか、そういう中にあってですね、一人の工場協会員の会員の方に出会ってですね、何か金持ちでもない、別に学歴がそうでもないけど、今まで感じたことのない、メモリのない物差しっていうけれど、全体っていうけれど、永遠の今っていうけれど、ああいう人になりたいもんだということをきっかけとしてね、この方はクリスチャンになられました。そして残された生涯、まだねそのお元気で任期もあったんですけど、早めに退職して全く別のことをしてみようと思ったんですね。この間もある方が、仕事って先生何、仕事は何のためにするのって言われた方がいる。皆さんどうですか、そういうふうにこう言われたら。手取り早いのはですね、もちろん仕事以前にね、仕事したくても仕事がねない、
仕事したいんだけどね、もう、まあ、体調ね、そういうことで、いいですね、まあ、もっとね仕事したくないという人もいるかもしれませんね。でもこの仕事をする、で仕事は何のためっていう前にね、ただ機械的にこう動いてる人もいますね。あの愛妃満じゃありませんけど、そのそうあてがわれたそうに機械的に動いて機械的に動く、まあそれは仕事と言わず作業っていうのかな。でも大方仕事っていうのは一般の人どうです？いやそれはね、収入を得てね生活していくためですよ。いい答えですね。でもそれだとナンバーワンとオンリーワンですね。だってそうするとお金ですから、もっと高いところがあれば、ね、別のところに移るわけでしょ。お金安い高い関係ない、私ねこの仕事をしたい、そういう方にたくさんいらっしゃると思いますけれども、ですからそうすると仕事は何のためにする、皆さんどうですか。はい、私はもちろん給料も欲しいですが、私自身をね仕事を通して私自身が成長していきたい、ね、私自身の成長のために、その成長もナンバーワンオンリーワンでない、もっと永遠なる成長のためにこの仕事を通して、ね、そちらに向かうって人もいるでしょうね。はい、私は仕事はね旗を働くっていうのは旗を楽にするっていうことだそうですけど、誰かのお役に立つためにね、だからもちろん給料も思いますけれど、本当にねお役に立つ、それが私にとっての仕事だっていう人もいるでしょうね。仕事、まあそれ生きることでもいいよ。一体それは何のために、自分自身が豊かに、誰かのために、でもっと誰かのためにでも私のためにっていうのは相対的でね、ナンバーワンオンリーワンじゃなくて、ナンバーワンオンリーワンでもない、ね、私は仕事をするのはあの方に永遠に全体に出会って、全体の一部、永遠の今として生きるために、今この与えられた自分の仕事をしています。このレベルあたりになってくると、もう仕事が楽しいんでしょうね。よくそういうきつい仕事ができますね。あんた人が嫌がることを率先してどうしてできるの、もう普通のね人が理解が不能なぐらい、でも言い知れない全体から部分、永遠から今、大丈夫というね天国のメッセージを通して全てを捉え始めると、先ほど申し上げた方はいろんなこのこれから残された少しの時間、あえて今まで言ったのは全くね、もうナンバーワン商売でね成功してこられたんで、全く別なことをしようとしていろいろね検索したそうです。そしてねこう面白くないっていうかね、楽しそうでない仕事をしてる人いないかな、ゴミの収集をしようと思って、ところがね結構ね使命感を持ってね楽しい、そうか。そして見たのはね駐車場係だったらしい。でこれというねこう何のためにって言われても、そしてね駐車場、そして自分のね何年間やるその任期の間に神様に祈って、私はねあなたに与えられたこの仕事を通してあなたを知り、あなたを味わい、そしてあなたを私のその生き方を通して誰かにねお伝えできれば、駐車場の係でね、昔はですねその彼の頃はね、今はもうね機械でスッスッと入れる時代ですけども、もうそこでもってねこの券を見せてみたりなんだりするわけなんですけども、まずねいらっしゃるお客様に、ようこそいらっしゃいました、今日は雨ですねとかね、必ずね挨拶をするそうだね。それだけでね人がね、そして説教で聞いたように、この人はね生まれて何回笑ったかな、ブスッとしてる、ね、そういう人にはね必ず真似してね、笑顔が素敵ですね、そう言って笑わなかった人いないっていうんだから、
笑顔が素敵ですね、笑顔で言うんだよ。そしてね、途中で雨が降ってきてね、で駐車場に入るでしょ。そうすると困ったな、傘を持ってきてないで、こうでもう その前にもうすでに傘を持ってたらしいですけどね。でスーッと行ってね、パッ、どうぞ 傘をお使いください。ある時ね、何かこう、急いだのかな、そのお客さんがね、こう鍵をねポッと落としてね、この車のね、ほらそ下の方にね行ったらしい。そしてね、棒でも傘でも持ってきて、カカカカ、そんなね手抜きはしない、ほっ、ひざまずいて、あ、ここですね、こういう風にしてね鍵を拾ってやったそうだ。拾ってやったっていうのは私のことはごめん、拾わせていただいたそうだ。まあこんな程度ですから、 UFO も。そしてね、満車の時にはね、もう今までは全部ね看板を置くだけだってね、看板は絶対置かないで、来た人にすいません、満車でこの左角を回ってこちらにもう一つ、必ず丁寧に、まあそれらのね話にね、いっぱい。そして3年が経ってそのお仕事を辞める日が来ました。そこに佐藤さんという人がね、いやあの人ね、ああいう人、困ったことにね、うちのね子がね、佐藤さんの子がね、僕も大きくなったら駐車場の仕事をするってね、困ったもんだって、こういうふうにぼやいたことですからね。そしてね、佐藤さんはその今日でおしまいだっていうね、その駐車場の詰め所にね、午後から行ったそうだ。びっくりした、大勢の人たちが、別れを惜しんで、そしてあの時はこうしてもらった、あの時はこうだった、お花があったりね、お土産があったりして、佐藤さんはね、こんなの見たことない、ああ天国っていうのはこういうところに違いない、そして駐車場のおじさんになるって言った子供にね、お前もいい駐車場のおじさんになれよって言えたそうだ。仕事は何のために、生きることは何のために、世の中はナンバーワンを目指し疲れ果てて、その反動としての諦め的オンリーワンではなく、ナンバーワンもオンリーワンもイエス様を見たら、それ以上の人生はあなたのものになりますよ、あの方を手本とする、頭でわかる、なんとなく胸にくる、でも生活の中でね、彼のように、そしてわずか残されたね、その3年の駐車場の仕事が自分の最大の仕事であった、ね、そこで私は多くのものをね、神様からの贈り物をもらい、気がついたらね、私もあなたのような生き方をしたいということをね、次の時代に贈ることができたと、次はあなたがそれを生きる番ですよ。ナンバーワンを求めてね、しのぎを削る、そういう時代ですね。そしてナンバーワンはよしと、その本当の生き方をキリストは教えられましたね。キリストさんをお手本にしてごらんなさい。でもどんなお金持ちになる、お金持ちでない、健康になる、病気になる、両方とも、ね、神様の御手の中にあって、その状況状況でなければならない、神様からの贈り物を味わうための、私たちは人生を、あなたならではの人生を今週もあなたに神様備えておられるわけです。画面のあなたいかがですか。ぜひ東京でも名古屋でもね、また木曽でも
またお一人でご覧になっているあなたも、ぜひこのメッセージをね、二礼拝で頭から胸から腹落ちする、腹を割って話そうじゃないかと、もう一人の自分としっかりとね会話ができている、それが皆さん人生の仕事、人生生きる目的ですよ。お祈りします。